船木正和です、今回も質問フォームになります。船木さんは中学校を卒業してすぐに新日本プロレスに入団したいと打ち明けた時、ご両親に反対されたりしなかったのでしょうか。自分は今高校生で、卒業したら音楽の道に進みたいと思う反面、親を心配させたらいけないと思い大学に進学し就職をした方がいいのではないかと考えてしまいます。自分みたいに夢と現実の間でどうしたらいいか迷っている若者はいっぱいいると思うので、船木さんの経験から何かアドバイスをいただけないでしょうか、というその質問になります。そうですね、すごく、親に心配をかけないためにですね、大学に行って就職をする、成人に向かって音楽というその夢を取るのか、大学から就職というその現実を取るのかですね。親はやっぱり、安全な方向というかですね、に子供を行かせたいと思うのは、やっぱり、大体普通の親御さんであればそう思っていると思います。自分もですね、やっぱりその今親になりましたので、やっぱり子供には、そうですね、安全というか、ちゃんとそうですね、ちゃんとその自分で、生活をですねしていければいいなと、それだけはすごく思っていますので、すごくその親御さんの気持ちも分かりますし、ただ音楽というその夢をやってみたいとですね、その挑戦してみたい、その気持ちもすごくよく分かりますので、ちょっと自分なりのその考えというかをちょっと言ってみたいと思うんですけども、高校卒業して、音楽の道に行くのか、高校卒業して大学に行ってからそのまま就職するのか、仕事ですね、仕事になるのか、音楽の道に行くということも、これは仕事につながるのであれば、自分は、就職というか、仕事ですね、仕事、音楽に携わる仕事について、その生活をすると、ミュージシャンになろうとしているのか、その音楽関係の仕事をするのか、おそらくミュージシャンになりたいのかなと思うんですけども、だいぶそうですね、ライバルというか、ミュージシャンになりたい人たくさんいると思いますので、よっぽどオリジナルがなければそうですね、なかなかその上には上がっていけないような、そのぐらい厳しいその状況だと、今は特にそんな感じだと思うんですけど、この方の本人、もう正直なところ言うと、頭の中というか気持ちはですね、もう答えは出てると思います。悩むということはもう答えが出てると思うんですね。親を心配させないために大学就職か、音楽、自分の好きな音楽を取るか、その2つ、音楽をしたいんですけども、親にはその迷惑をかけて、心配かけたくないから大学に行った方がいいのかなと、イコール親を取るか、その自分のその欲というか希望を取るかの2つに1つで今悩んでる状態で、遡ることですね、自分が、そのプロレス、なんでその15歳でそのプロレスの世界にその入ったかというところまでちょっと遡るんですけども、いろんなところで言ってるんですけども、 YouTube でも何回か言いましたけど、最初に、これがその一生の仕事になってしまうんですけども、最初からそのつもりで、プロレスを志願しました。13歳ですね、ちょうど中学校に入学するかしないかぐらいの時に、両親がその離婚しまして、それで、自分は母親の方にその引き取られてですね、お父さん、もうその時にいなくなってしまいましたので、行方不明というかですね、それで自分と母親と妹と3人で、小さなアパートでの生活が始まりました。
やっぱりその、まあ、アパートですね、3人で暮らすとですね、やっぱりその小さなアパートも本当にあの、部屋が一つとリビングですねが一つですね、まあ、それからキッチンがついてるだけなので、自分は一応中学校に入るということで一人部屋をもらいました。あの母親があなたはこっちで寝なさいで、まあ、妹と母親がそのリビングというか、あの居間でですね、寝る時には、布団を敷いて、それでこう2人でこう寝てたんですけども、このまんまその、高校ですね、まあ、中学校3年間そんな感じで行ったんですけども、やっぱりこれから高校に入って、まあ、これがまたずっと続くのかなと、まあ、結構、あまりそのそうですね、まあ、結構大変な感じで、まあ、ちゃんと食べれてはいましたけども、まあ贅沢ができないというかですね、自分は自分なりにその環境で楽しくやってたんですけども、やっぱり妹も大きく なってきますので、どうしてもその窮屈になるかなと思ったので、まあ、できるだけ早く、それで15歳からその就職組というのも、自分の中学校が何人かいましたので、まあ、自分もじゃあそのままもうこんな学校行ってる場合じゃないから働いてしまうと、もう本当に就職、それこそ家ですね、家をちょっとその、まあ、楽にさせるため その決断をしたですね。なんかその時はまあそのままプロセスやっちゃおうっていうふうにこう思ってたんですけども、やっぱり自分なりにそういうふうに思っての決断だったと思います。まあ、なんでプロレスかというと、単純にそのプロレスのファンだったからですね。で、まあ、それでそのプロレスの世界は、15歳から当時その新弟子という形ですね、寮に入って、でそのまま、デビュー、トレーニングをした後にデビューできるという、そういうなんかその入りさえすればとにかくご飯と、寝場所とですね、あと仕事ですねは確保できるなということで、まあ、しかも好きな世界で、まあ、どんな世界か分かんないんですけども、まあ、好きな世界で、好きだからその耐えれるだろうと、そういう気持ち で志願してですね、まあ最初母親はですね、やっぱり反対しましたね。お前その体でできるのかと、もしかしたら大怪我するかもしれないし、下手すれば死ぬかもしれない、そんな感じでもう泣かれてしまいましてですね。ただテストも1回目そして2回目、1回目は猪木さんに会えなくてですね、坂口誠二さんとちょっとこう面談みたいな形 で春に入門テストがあるんで、それをまず受けろと言われまして、それで次に連絡が来たのが年明けで、2月に、青森近郊をですねの体育館で、テストを行うので、そこに来なさいと、まあ、そこで、2月6日ですね、野辺地というところだったんですけども、荒川さんと、亡くなってしまったんですけど、荒川さんとあと山崎和夫さんと自分と3人でその体力テストですね、まあ、一応全部クリアしたんですけども、合格か不合格かはもう後に、話しますということで、後日ということですね、まあ、その時に、猪木さんとですもですね、ちゃんとこう面談をさせてもらって、そうか、入門するのか、裸になれ、でも裸になってですね、もうものすごく緊張しましたね。この体でいいのかな、まあ、それなりにその鍛えてはいましたけども、その猪木さんの前で自分 その中学生の体を見られるとは思わなかったので、ちょっともうかなり緊張したんですけども、裸になれって言われたんで、もうなりました。それで後ろ向けで背中をこう見て、ちょうど背中曲がってるな、よし、道場入る前にまずは別府に行け、別府にいいその整体があるから、そこでまず背中を直して、そこから、道場に入れって言われたので、もう完全に合格だと思って、もうワクワクしてですね、よかったなと思って帰って、それから数週間したら、不合格というその通知が来まして、何だったんだろうみたいな、その時にもうすごくなんか
騙されたような気になってしまったんですね。まあ、自分 の、 その勝手な思いなんですけども、あそこまで猪木さんが言ってくれたのになんでその不合格なのか、まあ、理由が知りたい。でもう一回もう一回どうしてもテストを受けたい。ただまあ母親はもう一回落ちたんだからもう諦めなさいと、いやいや絶対俺は諦めたくないんだよっていう、それを何日もですね、こうなんか話し合いしました、何日間か。それでまあ最終的に日曜日にもう一日考えて出した答えが、お母さん人生もし2回あったら今回はお母さんの言う通り高校に行くけども、人生っていうのは1回しかないから、だからお願いだから俺のわがままを聞いてくださいということで、泣く泣くですねもう1回だけそのテストを受けるという約束で、そうもしなかったら東京にですね、まず東京に出て、とにかく新日本プロレスに 近くにその行きたくて行きたくて、ボクシングというそういう手も考えました。いろいろその昔はそのボクシング、プロレスの本が一緒になっているその雑誌もありましたので、ゴングとかですね、でそれを見るとボクシングの住み込みの練習生、仕事もありますと、そこでそのボクサーになれます、そういうなあれもありました。チラシも入っチラシというか、入ってましたので、これもできるかなと。とにかく東京に行って何かしらスポーツ、そのボクシングやって少し形を作ってからもう一回その新日本プロレスに、とにかく落ちたことがですね、もう悔しくて悔しくて、もうその瞬間からもうどうしてもその就職云々抜きにしてどうしても入りたいというその欲におそらく変わってしまったと思いますね。なのでまあそこから先はもう本当に一心不乱で、ただまだそのおばあちゃんとかですね、まあ、親戚のおばあちゃんとかみんなその反対してましたね。もう絶対にその殺されるとそんなことを言われて、まあこう死にはしないだろうと思ったんですけども、殺されるから死ぬからダメだ。まあ最終的におじいちゃんですね、自分の祖父の一声でですね、もう行かせてやると、男が一回決めたことはとことんやらせなきゃダメだ、一番偉い人の一声で、自分がその新日本プロレスに行くということが決定、まあ、最終的にもう一回その試験受けてからということですね、うん、それで、次の年ですね、最後に4月の6日ですかねに仙台で、最終的テスト、山本小鉄さんの前でそのに見てもらうということで、それで行って、そしたら山本小鉄さん、来ました。でまあ「お前僕みんな僕」って言うんですね、若いその選手のこと「僕新日本プロレス入りたいのか、入りたいです、当分お母さんの顔見れないぞ」って言われたんですね。その時「お母さんの顔見れないだけで入門できるのか」と思って「大丈夫です」「はい」って言ったら、ずっとその自分のその顔を見てですね、もうすごく長く感じました。もしかしたらもう10秒20秒だったかもしれないんですけども、本当に1分2分3分ぐらいずっとこう見られて、あの顔で、あの目でですね、よし荷物まとめて新日本プロレス道場に入れって言われた瞬間は本当に嬉しくてですね、すぐに母親に電話して、お母さん受かったよ、実はその次の日に一応学校の先生から言われて、高校は受けておきなさいということで、その高校を受けてですね、一応受かってたんですけども、その高校の入学式がその次の日でですね、まあ、落ちたらそのまんま、夜行でですね、青森行って、でそのまんまその足で制服を着て入学式に行くと、そういう段取りだったんですけども、受かってしまいましたので、そのまんま、ゆっくりですね、家に帰って、まあ、寝れたということですね。母親がっかりだったんですけども、まあ、そして、まあ自分としてはすごく嬉しい、まあ、母親としてはすごく、まあ、複雑な気持ちですね、まあ、新日本プロレスに入門できてるということで。
とにかく、まあ、一か八かですね、自分としてはデビューできるかどうかなんていうのもその時は全くその分かりませんので、ただその瞬間からもう、もうこれから先はもう絶対親を頼らないでいこうと、実際、大概の親御さんは、まあ、子供よりも先にその亡くなっていくというそういう順番がありますので、いつまでも子供を子供だと思ってるのもそれもできなくなると、まあ、生きてその余裕がある人であればちゃんとその援助とかですね、それも愛だと自分は思うんですけども、それに甘いすぎるのも自分のためにもならない。もしもその命綱というか親が突然いなくなってしまった場合に、自分で そこからようやくその自分で生きていかなければいけなくなる。なのでその瞬間、自分はその15で出る瞬間からもう、どんな なったとしてももう親を頼るのはやめようと、そんな覚悟ですね。まずはどうなるか、一か八かで、本当に後戻りはしないように、青森にも帰らないと、東京出たら東京にいるということで、どんな形でもあれその先に進まなければという気持ちでですね、電車に乗りました。そして約1年後ですね、1年、いろんなことあったんですけども、1年後にですね、その無事デビューできたんですけども、そこからまた先はもう大変で、とにかくその毎日のように星野さんから怒られ、そしてついにですね、猪木さんから、当時社長だった猪木さんからも怒られですね、叩かれて怒られて、もう次の年、一応その練習生契約から選手契約に変わって1年おきの契約更新なんですけども、来年これは絶対クビになるんだなと、やっぱりその怒られるっていうことはダメだという、そういうふうにその思ってしまいましたので、俺はダメなんだと、で同じその一緒に入門した闘魂三銃士は全然怒られないし、なので自分だけその怒られて、あ、ダメなんだな、ダメだからその怒られたんだな、怒られるってことはもう来年おそらく契約してもらえないんじゃないか、ものすごいもうビクビクしながらですね、それが続いたのが17ぐらいまで、本当に最初のデビューして1年2年は本当にもうビクビクしながらですね、今年も残れた、で来年も残れるだろうか、ようやくその18になった頃はようやくその自分にも自信がちょっとついてきて、そういう気持ちはなくなったんですけども、もう本当に最初の1年2年はですね、もういつクビにされるかそればっかり思ってました。そこでもう切られたらまたゼロからのそのやり直しになってしまいます。とにかく首だけは切られてほしい、そればっかり思いながらですね、試合をして、新日本プロレスで生活してましたね。最初に戻るんですけども、まずその親を心配させないために大学行って仕事をする、親のため、高校卒業したら音楽の世界に進みたい、これは自分の意思ですね。もう本当に2つに1つです。親を取るのか、自分を犠牲にして親を取るのか、それかもしくはもう親から卒業して自分の力でその生きていく、歩いていくかの2つに1つを悩んでると思うんですけどね。例えばなんですけども、その音楽の方向の仕事に最終的に就くと、その仮定してですね、音楽に携わるその大学を選んでみるとかですね、でそれでその後そこでしっかりと大学卒業という印を得て、そしてその音楽の業界に行くというその方もなきにしもあらずだと思うんですけど、その4年間そう、大学を出てれば何かしらそのちょっと有利になることもあると思いますので、4年その音楽に携わる大学に入るっていう手もあると思いますので、それかも大学なんか入らなくてすぐに、今すぐにでもやりたいっていうんであれば、やっぱり両親と話し合いがですね、
おそらく必要になってくると思うんですけども、ただ、自分のこれ考えなんですけども、もう親はいつまでもそのいると思わない方がいいと思いますね。突然自分の親父なんかは本当に13歳になる時に突然いなくなって、そして、70歳ですね、4年前ですかね、亡くなったと、そういう知らせが入ってきてですね、突然いなくなって次に気がついた時はもう死んでますから、なので本当に親はですね、いついなくなるか分からない、なのであまりその頼っても良くないし、まあ、さっきも言ったんですけど、余裕がある親御さんであればそれは頼るのも親孝行かなと思うんですけども、まあ、家のその経済事情次第だと思いますけども、まあ、どちらにしてもその一度ですね、自分からのそのアドバイスとして、一度その両親とですね、その大学のことも含めて将来のですね、仕事を自分のビジョンをしっかりとその語ってみてはどうかなと思います。話し合いをすれば どっちかが少しずつその歩み寄ればその形になってくると思いますので、そのそうですね、 100% こっちとか 100% こっちとかっていうんではなくて、お互いのその気持ちがですね、少しずつ、まあ、折れるというか、譲るというかですね、それでこう一番いい形になるのではないかなとですね、やっぱりそのためには話し、とことん話をして、いろんな意見を言ってですね、向こうがこう言ったらこう考えて、こう、まあ交渉ごとになってしまうんですけども、家の会議だと思ってですね、それをしっかりと自分の気持ちがしっくりくる、必ずしっくりくる形が話をしていればですね、話し合いしていればできると思いますので、それを探すですね、話をして、探す、自分の道を探す、そういうふうにしたらどうかなと思いますね。特にその親が一人いないとか、その切羽詰まった状態ではないような感じを受けましたので、まずしっかりとですね、自分の考え伝えて、で向こうの考え聞いて、でそれを聞いた上でまた自分の考え言って、でそれを聞いてもらって向こうの考え言ってもらって、じゃあどうするか、時間はどん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 経っていきますので、どっかで答えを出さなければいけないその瞬間が来ます。なのでそこまではですね、じっくりと、もう本当にこれでもかっていうくらい、話し合いをして、それで、一番いい形にですね、持っていってほしいなと思います。形を作る時っていうのは、いつも言ってるんですけども、その忍耐ですね、忍耐力、我慢と、あとは、努力しかないので、そう、その2つで、その2つを出すためには、その自分の意志ですね、強い意志、パワーが一番重要で必要なので、とにかくその自分の力を持って、そうですね、お父さんお母さんを説得というか、動かせるぐらいの、そのパワーを持っていれば、音楽業界でもやっていると思いますので、まずその自分自身ですね、をしっかりと作って、それで、もう一度、考えて、そして、決断して、いい答えを、自分が一番いいと思う答えを出してください。以上です。今回は両親を心配させないために、大学から就職に行くか、自分の夢である、高校卒業して夢である音楽の道に進むかについてをアドバイスですね、のお話をしてみました。ご視聴ありがとうございました。